台北、正門町ホテルトップ10おすすめ。地理的位置が台北城正門の外にあるために、正門町と呼ぶ、台北の有名な流行商圏で。ここの B 級グルメは台湾で有名で、美味しいで、国際的にも有名です。ローテンルー、台湾風煮込みは、正門町の代表的な食べ物で。他に阿呉そうめん、スターフルーツ氷、アヒル肉麺など。正門町は台北の B 級グルメ美味しい食べ物の集結地であるわけで、近年は外国人宿泊の一番選択となっています。アートテル。正門駅6番出口まで歩く10分くらい、下で正門町商圏だから、生活便利です。古いビルを改築して、簡単で、清潔で、カウンターサービスが親切で、昼の最高がとてもいい。カプセルコーヒーマシンがあり、防音が少し悪く、朝食はありませんが、しかし、安いです。長く住めば、もっと安い価格を受けることができる、若者やバックパッカーが長期滞在するのに適した場所であり、台湾の良い拠り所を探索する。ホテルパパウエール。正門駅1番出口まで歩く9分くらい、正門駅6番出口まで歩く20分くらい、少し距離があるが、近くの食べ物が便利です。歩いて4分で、台北の有名な人気店、不本牛肉麺があります。とても美味しいです。台湾人が好きな味です。ホテルは台湾の有名企業、ハイバーウアグループの系列会社という、部屋は清潔でデザインセンスがある、安心して保証できる、良い選択です。チェックイン、チェックアウトを自ら処理することができ、操作が簡単で、ロビーが綺麗で写真を撮るのに適しており、1階には公共空間が多い、洗濯室もあります。朝食は食べ放題の鍋料理で、とても特別で、お腹がいっぱいに食べられます。エネルギーホテル。正門駅6番出口まで歩く6分くらい、繁華街の路地の内側にある。ウェイターはとても親切で、ベッドも枕も寝心地が良く、お風呂に入る部屋もあり、リラックスできるのが楽しみです。ユースホステル型の部屋もあり、若者が一緒に自由に旅行するのに適している。公共空間には無料の飲料水器、洗濯機、乾燥機、電子レンジ、コーヒーがあります。朝食は中式と洋式の2種類の選択肢があります。小さくて精巧で美味しいです。もし食べ終わったら食堂のカウンターで一部をもっと取ることができます。新駅ホテル。正門駅3番出口まで歩く1分くらい、近くに商店が多く、生活機能が便利で、ホテルのウェイターは積極的にサービスが必要かどうかをお聞きする。親切な笑いが忘れられない。気持ちも良くなった。部屋は明るく、浴室の水圧枠、シャワーはすっきりしていて、空間少ないですが、圧迫感はありません。景観の部屋が別売りがある。1階にはコーヒー、ミルクティーが無料で、地下1階には洗濯機、パソコン、オーブン、電子レンジ、乾燥機が無料で、夜10時から12時まで、カウンターにはラーメンが提供されており、長期間の出張や旅行に行く人たちには親切なサービスで、価格が非常に安い。ミッドタウンリチャードソン。正門駅5番出口まで歩く2分くらい、正門商圏は歩いて5分で、交通便利で、ホテルのインテリアは暖かくて、香りがとても良いです。ホテルは台湾の有名企業、ハイバーウアグループの系列会社という、チェックイン、チェックアウトを自ら処理することができ、操作が簡単で、旅行の良い選択です。部屋は綺麗で、浴槽があって入浴することができ、浴室は間室分離がなく、小さな欠点は防音が普通です。6階には洗濯機があり、
長い旅行客に最適です。朝食は食べ放題で、昼食、夕食は全部ある。夕食は別に支払う費用はあります。アンバ台北市面林。西門駅5番出口まで歩く2分くらい、1階は西門町商圏で、部屋全体の配置がとても適です。防音もいいし、お風呂も間質分離のデザインがあって、シャワーの水温、水圧が適当で、とてもいいです。ウェイターは訓練があるように感じられるが、ホテルは欠点がほとんどない。朝食は食べ放題で、とても特的優なのは台湾風の豆乳スープと台湾風おにぎりがあって、12種類の材料を選択することができる。美味しいです。グリーンワールド。西門駅5番出口まで歩く3分くらい、ホテルは22、23階に位置しており、大きな窓の部屋の型がある。風景を眺めがいいし、窓がある部屋をおすすめます。防音が良い。同じ価格のホテルと比べすると、価格が本当にとても安いです。朝食は食べ放題で、美味しいです。シチズン M。アムステルダムのホテルブランドは、ヨーロッパで大きなセンセーションを巻き起こし、そのスタイルは若くて、デザインは非常に強いが、価格は意外にも合理的である。ペーモン駅2番出口まで歩く5分くらい、西門町商圏まで歩く8分くらい、チェックイン、チェックアウトを自ら処理することができ、操作が簡単で、チェックインの際、階を選択することができず、一部の部屋は高層階に位置しており、都市景観を眺めすることができる、運を試してみてもいいですね。朝食は食べ放題で、料理の色が多様で、非常に豊かです。タイシュガーホテル。台湾国営事業の子会社で、西門駅5番出口まで歩く5分くらい、部屋は空間が広く、ベッドはキングサイズで、大きくていいですね。ホテルは昔スタイルで、シンプルで綺麗で、台湾人も好きです。朝食は食べ放題で、昼食料理で、ほとんどがタイシュガーの自家製食品だから、自社ブランドの豚肉シチューがあり、コーヒーの品質が良くて美味しいです。ここの昼食は豚足シチューです。人気があるので、別に支払う費用はあります。ジャストスリープホテル。西門駅5番出口まで歩く4分くらい、ジャストは台湾の有名ホテルである、リージェントホテルの子会社で、ある程度の水準がある。カウンターの態度は非常に親切で、ロビー5階にあり、無料の台湾風クッキー、熱いお茶、コーヒーなどがあり、供給時間は夜24時までです。6階には無料のジムと洗濯機、乾燥機、製氷機、飲料水機がある。朝食は食べ放題で、料理の様式は多くないが、品質が良くて、宿泊体験がとても良いです。ようこそ台湾へ旅行。